で、まあ、すみません、ちょっと飛びましたね。で、まあ、また試合やっていきます、ね。試合見ます見たくないのめんどくさいっすよね、別に。見る必要もないと思うんで。この時のサンフレッチェ、めちゃくちゃ強かったっすよね。佐藤久志、森崎兄弟も、青山も、今もいますけど、出雲と、森崎兄弟って何歳なんすか、今。32?5 体も。32で、今2014年、35? まあまあもうおじさんですよね。まあ、この時西川もいて、まあまあ、めちゃくちゃ強かったっすよね、メンツ的に。浅野ってこの時からいるんで、18からいるんすね、つって。まだ1年、2年、今20歳。まあもういいです。まあ、サンフレッチェに勝ちたいところで前やっていきます。まあ引き分けにできたのはまあまあでかいんじゃないですかね。3位に引き分け14位ってやばいっすよね。今年の目標一応その監督の毎回その監督としてその毎年その決まったやつがあるんですけど、これちなみにちょっと話飛んでますけど、これ前園さんが来て2週間、誰かしら適当にランダムでその特別練習やってくれるみたいで、まあ成功するしないはその時のその運によるんですけど、で何の話で、そのあ、そう監督ちょっと見てみますね。で、監督のその公約ってあるんですけど、まあ、J リーグで3位以内で、解雇だ、で、J リーグ11位下だと、ちょっと今年解雇になっちゃう可能性もあるってことですよね。はい、そっちやっていきたいと思いまーす。10位下か。まあまあ厳しいですよね。選手欲しいですよね。大型。もう外人のファーストロー欲しいですよ。グランパス負けられないですよね、グランパスの時。こうも勝てないですかね、最初の1年目って。まあまあやばいっすよね、16位ですから。お下手すらワンチャン J2 効果がありました。それは避けたい。いや、取っていきますよ、もう喜んで。こいつか。これキーパーの声です。すごい選手。すごい選手。やっぱ外人選手ですよね。外人選手いないですよ、多分。したい。まあ、いいわ、また泣き目です。どうなんすかね。いや、勝てませんね。やっぱ1年目でさ、いろいろこの勝つのってやっぱ難しいもんなんすかね。どう思います、ね、僕は下手くそなんですよ、やっぱ。まあまあ僕ひたすらですもんね、ゲーム何してんの。確かに難しいっちゃ難しいですよね。特別練習終わりましたね。めっちゃ上がる。そう、こうやってレベルを上げていって選手のそのパフォーマンスを上げていくんで、どんどん特別練習はやっていった方が絶対いいと思います。なんでまあそうですね、僕はやっぱ柴崎学をちょっと育てたいんで、こうやって応募して、小笠原も高速フィードとかも。でまあ、そうですね。まあ、肩コーチ。
コーチリベロついてるんですね。センタリングやっちゃいですか。こうやって選手を強くしていく感じですね。いや、僕のこれ一番最初に受けた川崎フロンターレの動画なんですけど、あれはまあ強いです。あの世界では負けないですもんね。全然負けないです。なんでこんなチーム負けるのかな。もう不思議でならないですもんね。PK 止めたし、PK 止めました、見ます。ペナルティーキック。トヨタシュートを打った。でも飛んでますからね。飛んでますからね。もう何もない。ちょっと面白いね。どういうことだよって話ですよ。やばいっすよ、今。17位。勝ち点4。で、10位になるまで勝ち点6。やば。1勝1敗。1勝5敗1分け。やばい。これマジでやばいっすね。ちょっと、本当に頑張ってやっていきます。になりますね、こういうこと、こういうことです、こういうことです。今の見ました、こういうことです。で、前園さん、たまにいい活躍しますよ。たまにする。いや、僕、もっと面白い動画とかいっぱい出していきたいんですよね、なんか。これやってほしいとかって、もし、このご覧になった視聴者様で、その視聴者さんの、これやれよ、あれやれよっていう動画があれば、全然僕やっていくんで、全然言ってください。勝ちたいんですよ、試合に。全然嬉しくないですね、結構。しかもこれ、リーグ戦でもあるし。それでこの1ヶ月最後、ラスト試合取っていきたいと思います。ちょっと試合見せるとやっぱ時間かかっちゃうんで、どうしてもちょっと飛ばしがちですね。もしその、まあ、試合見せろよとかっていうんでありましたら、全然僕は試合を見るでやっていきたいと思いますので、もしその、そういうご覧、ご要望とか、そういうことがあっていけば、全然お構いなく言ってください。おっ、FC 東京に勝つか。勝った。2勝目。それで2勝目、ちょっとテンション上がりますね、でも。でも、1-0。1-0、なんていうか、強いんじゃないですかね、イメージ的に。最初の、まあ、選手もそんな強い選手取ってないんだろうな、まあ、そうですけどね。めっちゃ順位上がる。14位になりました。こんな感じで、どんどんやっていくんで、もしよければ前の動画とかも見ていってお願いしたいと思います。その最初の動画とかもアップしてるんで、もしよろしければご一緒に見てくださって、まあチャンネル登録とかもやっていただいて、その動画も面白い動画とかも上げてるんで、そのまあ例えばカレー食べながら何か食べるとかっていう動画とかも、まあちょっと面白くか面白くないかわかんないですけど、まあメントスコーラとかいろんな動画上げてるんで、もしよろしければ見ていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いします。もっともっと動画上げていって、もっと動画として完成度上げていくんで、もっと皆さんのご視聴をお願いいたします。それではまた動画でお会いしましょう。アディダス。